地面に開いたいくつもの穴。違法鉱山の入り口と見られています。南アフリカでは、閉鎖した鉱山などでの違法な採掘が後を絶たず、問題となっています。そうした中、この24時間で6人の遺体が回収されたことは承知している。実は、深さ2キロ以上の場所にあるという坑道に、数百人が立てこもっていると見られているのです。ロイター通信などによりますと、違法な採掘者の取り締まりを強化していた警察は、およそ1ヶ月にわたり閉鎖された鉱山を包囲。一時は食料や水の供給を止める兵糧攻めで投降を呼びかけました。周辺には鉱山の中にいる家族を心配する人々の姿が。その後、裁判所が違法採掘者に食料を供給するよう命令しましたが、裁判所命令があった日以降、彼らは水も薬ももらえていないし、引き上げられてもいません。ただ、中の人々が外に出ることができないのか、出ることを拒否しているのかははっきりしないということです。